漆芸っていうのはこれアジア独特の工芸技術なんです。じゃあ漆は人類の歴史の中でいつぐらいから使い始めているのかというところ、その、今から12600年前の頃の漆材が出土した。漆の木っていうのは大陸原産なんですね。ですからその大陸からわざわざ持ってこないとここに漆材があるわけはないということで、この頃はですね、どうも漆は何らかの用途で使用するために漆材を日本に持ってきていた人がいた、そのぐらい漆と人類の関わりというのは長いねというお話です。金金ですとか中国に源流を持つような漆工芸の全体を見ていただくような形になっております。こちらのケースの方からご覧いただけますでしょうか。金金の展示をしているところです。沈めるというふうに書いておりますように、表面をですね、だいたいこれ木で作ってあるんですが、木の表面をその掘り込みまして、そこに金を入れていくという技法になります。奈良県の興福寺ですね。これが非常に乾漆の名品と言われているものの一つでですね、阿修羅像ですね。興福寺っていうのはこれまでまさに七転び八起きでですね、7度焼けて8度再建されています。ところがご本尊は当時のままなんですね。なぜかというと非常に軽いんですね。で、身長154センチほどと言われていますが、重さは20キロ切るんですね。頑丈で軽いっていう特徴があるんですね。で、布をこう漆で固めるっていう技術なんですけども、繊維で折ったものを、樹脂で固める、これ現代でいうと FRP っていう技術があります。で、乾漆っていうのは一般的には美術表現のための技術ですが、我々はそれを、物の構造を作る、そういう技術にしようということで、構造乾漆という名前をつけて研究に取り組んでいます。漆のそのワークショップって割と昔ながらのやり方をそのままやるっていうのが多いと思うんですけど、その最新のテクノロジーと伝統工芸をこう掛け合わせてるっていうところがすごく斬新で、私自身は感心しましたけどね。いや、私の中で漆加工はやっぱり4回も5回も塗っちゃヤスリかけ、塗っちゃヤスリかけって、そういう伝統工芸の方法しか見たことなかったんで、こういう最先端のやり方があるというのにはびっくりしました。沈金という技術ですね。漆の表面にですね、彫刻刀でこう模様をつけて、でその溝に、金粉をこう、埋め込んでいくという技術ですね。我々がやろうとしているのはレーザーカッターをこううまく使ってですね、彫刻刀の代わりをやってもらう。漆ですね、擦り込んでいきます。
大変面白かったです、うん、すごい別にこうたくさん汚れるわけでもなくて、説明もすごく分かりやすかったので、なかなか良かったです、内容は。貴重な体験ですね。作り方もしっかり伺えて、で実際に自分で体験もできて、で作品も持って帰れて、一日長いかなって最初は思ってたんですけど、あっという間でした。満足度 100% でした。はい。